はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、ガチャ解説いきます。はい、で今日やっぱそういう感じなんですかね。まあ、ルミナが確定になってるガチャでございます。はい、まあフリートもうすぐ復活するんでっていうところもあるのかな。はい、って感じです。はい、でレイリーと同じの投手バージョンって感じかな。はい、でまあルミナは確定でもらえて、その他でまあキングアーサーとか、鋼とか、もらえるって感じかな。もらえるっていうか、まあ手に入るって感じかな。はい、ワールド系大西はいないんだね。まあ砲丸チョコとか、まあ一応レアキャラって感じかな。はい、で全員投手ですね。はい、って感じです。はい、まあだからルミナ持ってない人以外は別にって感じかな。まあ、虹谷とかもなんか同じパターン来るのかな、っていう感じだと思うので、まあ持ってないキャラ、まあ自分ちょっと50なんで引くことないんですけど、まあ一応4号がルミナ以外も PSR 出るのでっていう感じのガチャになってます。はい、まあそうですね、まあ終わりに向けてという感じのこれのね、投手版ですね。はい、感じになってます。はい、やっぱラストなのかな。まあ、もう1回ぐらいはなんか来そうな気がするんですけど、まあ、ここがまあ15日までなので、まあ、入れ替えで来るみたいなのはまあちょっとなんかなんとなくありそうな気はするかなって感じですよね。はい、なのでまあ無理してもうガチャ引く感じじゃないし、もうやめてる方も結構いると思うんですけど、はい、まあ、最後までやる方は、まあ、そんな感じでやっていきましょうという感じです。はい、でまあアイテムガチャウィーク今週しっかりやって、強化が復活するのが木曜だよね。で多分木曜日、まあ、なんかあると思うので、ここ新キャラかな最後の、って感じがしますので、はい、ちょっとそこにめがけてやっていけたらなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは。